中島まさるです。今回のご機嫌チャージも前回に引き続き飯能市の飲食店琥珀さん主催のバスツアーにゲストとして参加した模様をお送りします。数分前に、歌謡ショーが終わりまして本当にありがとうございました。もうアンコールもいただいてすごい盛り上がって、もうすぐこんなに歌謡ショー終わってすぐ、はい、お風呂入ることないんですけども、温泉大好きですから、このシャトレーゼホテルさんの温泉堪能していきたいと思います。もう5秒で出てきます。チョコバナナバー、あ、すみません、ノーメイクです。チョコバナナバーとシュガーコーン、あと9本です、9本。結局全部うまい。うまっ。チャトレーゼさんはチョコがうまいので、全部うまいんですよ。熱い。うまっ。つぶつぶ入ってる。楽しい、嬉しい。これこのシャーベット系は結構きついです、早く食べるの。うまっ。クリームソーダになってます。これすごい美味しい。シャトレーゼっぽいですね。いや、ちょっと待って、これあのアイスを全種類食べるまでバス乗れないって企画やってるんですよ。ごめん、知らなかったもん。あれ、食べたんじゃないですか。ラムネ似てるんですね。入ってるでしょ、なんか。あ、中にラムネ、ちっちゃいラムネが入ってる。うまっ。シャトレーゼホテルさんのアイス食べ放題全種類食べ尽くす企画14本目です。14本食べても1本目の感動現場からは以上です。今日の感謝の気持ちを込めてお一人一人に感謝状を書いています。今日限定のストカードでございます。オークションで売ってください。さあ、西名観光さんおすすめのキムチ専門店醤油屋さんやってまいりました。いただきます。山梨で一番おいしいキムチ屋さん。これがあの西名さんこのおすすめのですね。いや、これ聞いたことないです。長芋のキムチです。長芋のキムチいただきます。これはお酒だでしょ。ご飯もあるけど辛さがいい。辛さが美味しい。あ、爽やかですね。そしてえ
さあ無事に歌謡ショーも終わりまして、あの帰りのバスなんですけども、やっとお酒を飲ませていただけるということなんです。先ほどマルスワインさんで買いましたスパークリングワインです。名前がペティ&マルスでございます。もうおしゃれな名前で口がびっくりしちゃってますね。じゃあこれいただきます。ああ縛っていかなかった。本当にこれあのいきますよ。ほら色が、ほら色が、色が、色がピンクじゃないですよ。これは色が結構いい色でございますよ、はい、アルコール度が 11% で辛口だそうですね。さあこちらマルスワインさんのスパークリングワインいただきます。あ、さっきのワインボードとかって、ほら、飲めがない。辛口。あ、これを、これは先ほどのキムチと一緒にいただきたかったですね、これは。辛口、この辛口。ほんと、美味しい。甘口で、新玄餅いかがですか。はい、新玄餅はいかがですか。辛口だから、このおつまみに信玄餅ですか。新たな挑戦ですね。令和5年、新たな挑戦でございます。さあ山梨の名産、今きなこまみれでお送りさせていただいております。どうもきなこじじいです。さあ、今年初めての信玄餅ですかね。いただきます。うまい、本当に安心しますね。おいしい。果たして合うのか。よろしくお願いします。はい、はい、あ、結構合いますよこれ。辛口とこの美味しいこのブドウの辛口スパークリングワインとこの甘口の秘境屋さんの信玄餅、山梨のダブルコラボ。ぜひ。またあのお出かけしやすい気候になってきましたし、世の中的にもお出かけしやすいので、ぜひ皆様この山梨行った際はこのスパークリングワインマルスワインさん、そして桔梗屋さんのダブルでね、お楽しみいただきたいと思います。バスを待つ間に風呂みたい涙を拭くわ、知ってる誰かに見られたら、あなたが傷つく。それでは皆さん大きな拍手で締めましょう。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またデュエットさせてください。ありがとうございました。またよ。さあ無事に飯能に帰ってまいりました。本当に事故もなく怪我もなく、皆さんが楽しんで盛り上がってらっしゃって、僕すごく幸せな気持ちになりました。今回はこの中島総理日帰りたくない大人の遠足、山梨の約束ということで、参加者の皆さんと山梨を満喫してまいりました。もう皆さんも最初のバスからすごい飲んでらっしゃって、僕も羨ましいなということで、帰りのバスは少しだけ、ほんのちょっとですよ、お酒いただきました。さあこういった企画また企画していただいて、参加したいと思いますので、また機会があったらぜひ、ご覧のテレビをご覧の皆さんもご参加いただきたいなと思います。本当にご参加くださった皆様ありがとうございました。それでは恒例の俳句で締めくくりたいと思います。次こそは泊まって飲んで騒ぎたい、
中島まさるのご機嫌チャージ、また次回。